表面もち5すごいすごい、すごい柔らかいからもうここにやったけど原型をねとどめるのが大変でございます。いいあんだ、もちが伸びやかですね。甘みね、強め、歯応えこちらね滑らかでしょ。清めもちってね、熱田神宮といえばもう本当ね伊勢神宮ともう並んでと言ってもいいんではございませんか。そしてですね、この清めもちというのも由来があるんでございますよ。清めという言葉がどういうところから始まったかと言いますと、ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。さあ本日もお取り寄せシリーズ参りましょう。この度のお品でございますね、愛知県は名古屋市熱田神宮の清め餅総本家さんの清め餅でございます。さあなんて言いましてもね、熱田神宮といえばもう名高いところでございますからね、こういった素晴らしいお餅もあるわけでございます。もうパッケージが素敵でございます。さてさて、中にはどんな清め餅が入っておるかと申しますと、あやっぱり今ねもう こういう形ですよね、こういう形でもって、新鮮なままお届けしようということでございますんで、こちらも開けてみましょう。さて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 、どんな風でございましょうか。お姿を拝見いたしますと、お行儀よく並んでおります。並んでる並んでいる、ほら、清め餅5、ね、清め餅と書いてございます。清めか、清めと書いてある。なかなか厳かではございませんか。じゃあこちらに、ここにね、お出ましいただいた上で皿出そう、ね、お皿こういこうかな、こっちか、こういきますか、こういってこういってこういって、こっち来た。これね、手でじゃあちょっと取らせていただいて、すべ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 で、ちょっと もう一清め出すじゃないですか。そうしたらね、もう一清め出させていただいて、あーほんと、あーこれ歯舞台や、歯舞台持ち、うわこういう感じね、すごい柔らかいからもうここにやったけど原型をねとどめるのが大変でございますが、あー こういう感じで、おります。じゃあ清め餅こういうね歯舞台が立てるな、あ立っております。こちらね、私流としていましてはガブリいきなりいかずに割るという、割るの無理でしょう。じゃあこれちょっと伸ばしますか。お伸びます、すごい、うわあこれ伸びすごいわ、あらまここまでいきますかこれ。おおちょっとこれ失敗したかな、いやいやいいでしょう。でもこれこの伸びがだって分かっていただけますもん皆様これね。そしてこのなんともこのこしあんの色が爽やかですね、味も爽やかかな、これいいあんだ、また餅が伸びやかですね。ちょっとお茶もう早速いただいちゃう。いやこれお茶受けだわ。こちらのちょっと残りもういた、これはちょっとじゃあ かじってしまいましょう、ね、でもね、うなるね。甘みね、強め。でもこの歯舞台持ちがね、滑らかでしょ。そしてね、この甘みをね、上手にこうサポートしてくれるっていうの、優しく包んでいるって感じ。いや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 、名家だねこれやっぱり。さてさて、この清め餅ってね、これなんて熱田神宮といえばもう本当ね伊勢神宮ともう並んでと言ってもいいんではございませんか。もうこの江戸時代なんかもう詰めかけたでしょうね、いろんなこの参詣人
ね、そしてですね、この清め餅というのもこの由来があるんでございますよ。これはですね、まあ、こちらにね、まあ、素敵な こういうね、あれが書いてございますね、錦絵浮世絵が。そしてそしてとにかくにぎわったこの熱田神宮にですね、この清めという言葉がどういうところから始まったかと言いますと、この天明5年頃、江戸中期ですね、で清め茶屋というものができたんだそうです。やっぱりそのね、お参りする時に、まあ、お清め、体を、ね、清めて、ね、きれいにしていきますから、でこの清めるということ、そしてそのことから、まあ、清め茶屋というものができて非常ににぎわったんだそうですね。でその名は残っていた。でももう清め茶屋というものはなくなってしまいましたが、その時にですね、こちら様清め餅、宗恩家の初代がですね、まあ、戦前ですね、やっぱり寂しいなということで、そしてもう伊勢ですとね、このお餅で赤福というのがあるじゃございませんか。で熱田神宮はこれだけのもう大きな神宮でも日本全国に名を轟かせますから、これだけのところでもってそういった名物がないのは寂しいじゃないかという、そういうまさに熱い思いでですね、考案したんですよ、この清めという名前を生かそうということで、清め餅というものを発案されまして、このアイデアが大ヒットして、今ではもう熱田神宮のお参りの名物、そしてもう名古屋土産としてもその地位を確立したわけでございます。なるほどですね、このもう本当にこの優しい羽二重餅とこのさっぱりしたこのこしあん、これがなんともね、やはり神様への元にお参りするというそういう雰囲気に非常によく合っておりますですね、その残りも頂戴いたします。うまいね、これ。これやっぱり甘い、全然くどくない甘い、気持ちのいい甘さで、この気持ちのいい甘さがおっ、この羽二重餅のコントラストですよ。ちょっとすいません、またちょっと鶏の一つを残しておきます、一口を。そしてそしてお茶をやはりね、いただきたくなりますよ。ですからね、私ども名古屋という土地は、大阪、ラコってのは大阪と東京にしか基本的にないですからね、ちょうど中間地点なんですよ。よくね、そこで、そしてまた大都市ですから、あの界隈、もう暑さも参りましたけども、そうですよ、熱田神宮でも落語やらせたこと、やらせていただいたことありますからね。で、まあ、そういう点で、まあ、江戸落語家というか東京の人間からとっても非常にね、大阪まで行くとちょっと遠いけど、名古屋ってね、非常にね、距離的に程よいということで、仕事やっぱすごく多かったんですよ。で名古屋の人は割と東京好き、江戸文化を好む人が多かったもんで、結構ね、落語家やったんです。ですけれどもね、やっぱり大変なのが、ちょうど私が入った35年ぐらい前にはですね、まあ、あとの東京と名古屋の距離って非常に微妙な時代でした。新幹線というのができて、とね、もう、落語っていうのは大体そのホール落語なんかだと9時ぐらいに終演なんですね。それまではまずちょっとその前までは40年ぐらい前までだったらもう名古屋って、まあ、まだ泊まりだったと思いますね、東京から行くと。ところが帰れるんですよ。帰れるんですけど微妙な時間で、まあ、また私の師匠の五代目円楽ね、今円楽の師匠でもありますけど、笑点の司会やってた、もうとにかくね、もう気の短い江戸っ子で、もう終わったらすぐ帰りたい、ね、でまた行く時はもう会場も早く会場に入りたいっていう、そういうタイプですからね、まあ行きはいいですけど帰りもドキ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 しちゃって、でタクシーを何時に手配するかとか、もう師匠が鳥でちょっと気合い入れてやっちゃったりすると9時5分とかになっちゃうともうダメなんですよ。もうほとんど希望を失われる。でも9時ぐらい終わらないかって、終わったよかったと思ってタクシーで行っても、もうそのタクシーに乗るのに間に合わないってことがもうあるんですよ。そしたらもう師匠諦めるかと思いきや諦めないんですね。もう高座からそのままタクシーに乗り込んで、そのままそこまで帰りたいかね、そんな勢いでもってね、名古屋駅行って
って名古屋駅のホームで着替えたんですよ。お前ら壁になれって、あんな大きな人のね壁になれません、あのマネージャーと私じゃ。俺でもみんなね歩いてる人、あそこに円楽さんだみんな見ていくんですけどね、もうそんな恥ずかしさもものともせず、まあついてる方がよっぽど恥ずかしかったですけども、まあそんなことを思い出されたわけでございますが、本当にですね名古屋に行くのは食べ物も楽しみですしね、いろんなこの異なる文化に触れられるという喜びもありました。そして熱田神宮という素晴らしいところにお参りして、そして皆様方ね、あとこういう名物がありますから、そちらでお買い求めいただくと名古屋への旅もよりこの味わいが深まるのではないかと思う次第でございます。もちろんそれはいい時代でございますね、そこまでいかなくていいんですよ。もうお家でもって熱田神宮の味をお取り寄せできるという素晴らしい時代になりました。というわけで概要欄にリンク貼ってございますので、ぜひご利用くださいませ。そして私のチャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。というわけでこれねいただきますよ、うん、やっぱり餅伸びるわ。この甘さが、大満足でございました。というようなわけで本日ご紹介させていただきましたのは、愛知県は名古屋市熱田神宮の清め餅総本家さんの清め餅でございました。誠にご退屈様でございました。